チルダです。坂本八です。はい、この街ニューでは株式会社シティコミュニケーションズの最新情報や各店舗のイベント情報などを発信していく企業ニュース番組です。いや、快挙ですよ。お、どうしました？大谷翔平選手、メジャーリーグで MVP 獲得、しかも満票で、おめでとうございます。おめでとうございます。私が知ってるぐらいですからね、二刀流で。いやね、本当これね、漫画の世界なんですよ。まあ、高校生レベルだったらエースで4番っていうのがいるかもしれないんですけども、まあね、これ舞台はメジャーリーグですよ、野球の最高。そこで満票で獲得って本当すごい。さすが谷翔、半端ねえ。ちょっと、谷翔って言ってる人初めて聞いた。はい、さて本日はですね、こちらのニュースをお届けしていきたいと思います。特集は閉館したホテルニューシティでのハロウィンイベントの様子をお届けします。こちらはまたの別の動画で上げてますので、ぜひチェックお願いします。シティグループ社員約50名が集まり、南浦和駅周辺で清掃活動を行いました。11月17日、シティグループの系列店社員が集まり、南浦和駅周辺にて清掃活動を行いました。ベルシティザシティ各店やザシティ南浦和38と同ビルにある AC フィットネス南浦和など約50名近くの社員たちが集まり清掃活動を行いました。ちなみにこちらの方は社内清掃事業チームニューシティの責任者である藤井さん。清掃のことなら任せてくださいと意気込んで参加していました。主催は町ニューリポーター、パーラー事業部担当のケイちゃん。普段の天然キャラとはまた違い、しっかりと参加者をまとめてくれていました。普段なかなか顔を合わせる機会のない顔ぶれが集まり、会話にも花が咲き、地域にとってもまた社員たちにとっても有意義な時間となりました。もともと南浦38の方では、まあ、朝と引き継ぎ時に地域の清掃の方を行っており、まあ、お客様との関わりももちろん大事なんですが、まあ、地域との関わりをもう少し増やしたい、まあ、それこそこちらの事業部のコンセプト、地域を愛し地域に愛される店舗を作るという部分で、まあ、時点だけでやってるのはもったいないなって思って、まあ、お向かいにあるベルシティザシティ南浦和店と AC フィットネスで合同でやりませんかって声をかけたのが最初の始まりでした。今回自分が初めて主催の方をやらせていただいて、ちょっとやっぱり初めてということで何から始めればいいのかっていうのが全然分からなかったんですが、まあ、周りの人にすごく助けていただいて、まあ、無事に今日終えられることができました。特にやっぱ地域のお客様から声かけていただけることも多く、今後も認知していただけるように継続して行っていこうと考えております。はい、ということで私たちも実際にその清掃活動に参加してきたんですけども、はい、まあ、ちょっと写真撮ったり動画撮ったりがメインで、あんまり清掃活動は貢献できなかったかな、まあ、あまりというか僕は全然動画はね、動画ちょっとね3グループに分かれて結構ね広範囲でやってたから、そうなんですよ、そのやってるとこ探すのに走り回るので精一杯で息切れしてた。僕はちょっと活動清掃活動はできなかったですね。そうなんですよ。私は一応線路沿いをちょっとだけ手伝ったんですけど、フェンス越しにゴミがいっぱいあって、それを取るのがすごい大変そうだったんですけど、皆さんすごい頑張ってましたね。ただなんといっても、うん、ケイちゃんですかね、ケイちゃんね、主催の側面飛びのケイちゃんとは思えないぐらいすごくしっかりまとめてくれてて、そうなんかすごい頼りがいがある感じでした ね、 50人近くを本当しっかりと、うん、かっこよかったです、うん、はい。あともうこうやってなかなか会う機会のない社員がこうたくさん会えるので、会社としてもすごいいい交流の場だったなって。そうですね、ようやくコロナも落ち着いてきてはいるので、ね、うん、またイベントもどんどんとやっていければなとは思っております。エンタメの巨頭シティタワーがリニューアルしました。インスタグラム上で毎日更新している架空のエンタメ施設シティタワー、先月10月15日に100階に到達した後、
2週間の改装工事を行い、11月1日にリニューアルオープンをしました。今回のリニューアルのポイントは店舗開発会議。我らがハイパーおバカクリエイター坂本さんと空回り系イケメンサーファーのりあきさんらが新規店舗開発会議での一コマという設定で寸劇を繰り広げています。こいつはワニワニパリして43号いってらっしゃい。坂本さん、はいはい、来ると思ってましたよ。思ってた。昨日髪の毛切ったんで。どうしたこれ。ああいいんじゃないの。いつもなんか髪型同じだよね。この年になるとどんな髪型していいか分かんないんですよ。いやそこはもう AI に任せてる時代だよ。今考えてるのが AI のボット美容室ビューティーアイコがその人に合った髪型にしてくれるんだ。もうアイコにお任せ。それからの店舗ロゴができるまで。こちらはシティデザインのデザイナーがリアルなロゴ制作過程を動画で紹介しています。寸劇パートはたまに私や人事部採用課の前田さんなども出演していまして、今後は学生さんも参加してくれる作品が登場する予定となっています。ぜひインスタグラムシティタワーをフォローしてみてください。でもツボ押しで推しの声ってもうそれツボ押しじゃん。おっとちなみにこの寸劇って坂本さんが考えてらっしゃる。まあ、基本的にはね、まあ、最近はのりあきさんが作ってくれたりインターンの学生さんが考えてくれたのもあります。あでもなんか悲しくも私ちょっと付き合いが長くて坂本さんが作っただろうなこれみたいなのがなんかだんだん分かるようになってきちゃって非常に残念な気持ちです。 ありがとうございます。褒めてない褒めてないです。これ本当ね、でも始まったばかりなので、うん、まだね、編集とか、演出とか、もうどんどんレベルアップしていきますので、ぜひご注目いただければと思っております。さらにね、のりあきさん、はい、イケメンサーファー、この間ね、すごく棒読みすぎちゃって、大爆笑しちゃったんですけど、毎回振り切って頑張ってやってますので、のりあきさんの成長度合いにも、ぜひご注目いただければと思っております。でその毎回出てくるロゴ制作も含めてもう毎日18時の更新が結構楽しみですね。はいはい。で、視聴者の皆さんもこんなお店があったらいいなと思うものありましたらぜひコメント欄にお書きください。よろしくお願いします。お願いします。本日の特集は閉館したホテルでのハロウィンイベントです。10月30日31日と閉館したホテルニューシティを使った人気イベントゾンビとかくれんぼホテルで騒げのハロウィン特別版が開催されました。こちら別動画で上がっていますのでダイジェスト版を少しだけご紹介します。見てみたいと思ったら概要欄にリンクを貼っていますのでそちらから飛んでみてください。勲章重心をもうなくすようなイメージでふらふらと歩き回ってもらうのが一番いい。お姉さんだけテイスト変えてもいいかも。テイストを変える。はい、続いてはくだらない動画で英語の勉強ができるチョップのお時間です。どうぞ。
Sakamoto's right nostril seems to be stopped up. Launch failure. Sakamoto's right nostril seems to be stopped up. Launch failure.ピンクのリップ塗ってバッてするのがすごいちょっと腹立っちゃった。ありがとうございます。褒めてない。それはマチルダさん、先日誕生日迎えられました、ね、そうなんです。おめでとうございます。ありがとうございます。ということで本日はプレゼントを塗って来てまいりました、うん、よかったら使ってください。え、もう絶対嫌じゃん。いや、もう触りたくないよ。触らない。それではシティグループ最新情報です。株式会社シティコミュニケーションズのインターンシップと説明会の日程はこちらとなっております。マイナビの企業ページからエントリーできますのでぜひお願いします。ちなみにこれシティタワーの企画を考えたいという方はどのように参加すればいいんですか？それはですね、対面 2days というところの企業ブランディングに企画から携われるインターンシップのところですね。こちらは12月の7日、14日の13時から横浜本社で開催されますので、興味がある方、ぜひエントリーしてみてください。お待ちしております。本日も最後までご覧いただきありがとうございます。ありがとうございます。よかったなと思ったら高評価ボタンを、あとは感想などがありましたらぜひコメントお書きください。マチニューの各週月曜18時にアップしています。よろしければチャンネル登録をよろしくお願いいたします。お願いします。ということで次回は、若手社員の仕事紹介ということでですね、パラ事業部、ネットカフェ事業部、クールジャパン事業部のとある若手社員の1日を追った仕事内容を紹介していきたいと思いますので、こちらね、学生さんとうちのね、会社で入社したらどんな仕事をするのかっていうのが分かるようになっていますので、こちら必見でございます。お楽しみください。それではまた、さよなら。Ah.